まず一つ大きなのは素材ですね。で素材って言われるのは革だけではなくて真鍮だったりとか、あとまあファスナーとか、パーツとか、その辺も含めて値上げは常々してます。でそこっていうのはまず旦那さんとのやり取りの中で素材全体が単純に上がったというか、そこに関わる例えばオイル代とか輸送料とかっていうことも旦那さん、パーツを作ってもらった職人さん中でも響いてくるので、まあ、そういうのが積み重なって、まあ、僕らが使う素材というものが、値上がりしたっていうのが一つ大きなところです。であとは、はい、日本でものづくりしている以上僕らの中だけで全部完結しているわけではないので、外注の職人さんにお願いはしているんですね。ただ皆さんもご存知だと思いますけど、どんどん職人さんも高齢化してきてたりとか、中国との競争であったりとかで生き残れない中で、まず僕たちがしていかないといけないのは、ちょっとでも作ってもらう工賃を払えるようにしていくとか、あとはそっちの生産現場の方で、僕らなんて大量のものを作ってやってるようなビジネスではないので、やっぱり少量を作ってもらう形になってるんですね。でもその中でもやっぱり少量でいろんなものを職人さんたちが作り出すと、それは大変なので、やっぱりロットっていうものを固めていかざるを得ないとかっていうような、僕らの先の作ってもらってる職人さんたちでのコストだったり、なんとかこうやっていくための術として、どうしてもロットの縛りだったり、あとじゃあそのロットに行かない時にはアップチャージとして払わないといけなかったりっていうことの側面も一つ大きいですかね。値上げさせてもらってるのはやっぱりその素材と資材っていうのは割合的には一番大きいです。使ってる量も多いので、その次にはやっぱりそうやって作ってもらってる人たちの工賃だったり環境の部分であったりっていうのの影響で値上げせざるを得ないのかなっていうような感じですかね。